和風ドレッシングは日本で使われる醤油をベースとしたビネグレットソースタイプのサラダドレッシングである。標準的な和風ドレッシングは醤油のほか、酢と植物油が入っている。和風ドレッシングは極めて多様であり、青のり、しそ、すりおろした、生姜、梅干し、わさび、柚子のような柑橘類を加えたものがある。これらにごま油を加えたものはしばしば、 中華風ドレッシングと呼ばれる。和風という言葉からサラダやドレッシングを連想する日本人は少ないものの現代の日本人にとってサラダは日常の食事に不可欠な料理である。ポールゲイラーチョ、ポールゲイラー S ソースブックでは定番の和風ドレッシングとして白ごまを加えたごまドレッシング、柚子果汁を加えた柚子ドレッシング、わさび生姜を使った わさびと生姜のドレッシングの3つを挙げている。和風という言葉は、ドレッシング、ディップ、ソースに関して、和風インクが、北アメリカとヨーロッパ連合で、商標登録を行っている。最も単純な和風ドレッシングは、市販のポン酢大さじ2に対して、サラダ油大さじ3を加えて、混ぜ合わせるだけで作ることができる。この製法では、長期保存も可能であるので、 作り置きをすることができる。AB、ローカルフレーバーズ。2008年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月11日閲覧。AB ゲーラー、33ページは負の登録状況。カナダ、アメリカ合衆国。メキシコ、EU。ハット AB ハマウチ。70ページ。ありがとうございます。